クリフォード・マイケル・ブランボーはアメリカ合衆国デラウェア州出身の元プロ野球選手。NPB オリックス・バファローズでは近鉄合併後のシーズン最初の4番打者だった。韓国球界での登録名はデラウェア大学から1995年の MLB ドラフト13巡目でテキサス・レンジャーズに入団。2001年にメジャーデビューを果たすも メジャーでのプレーはこの年のみとなった。2003年シーズン途中に退団した元日本ハムのマイカ・フランクリンの代役として、韓国プロ野球の現代ユニコーンズと契約。2004年に首位打者を獲得した。2004年のシーズン終了後に日本プロ野球のオリックス・バファローズと契約し、カリーム・ガルシアラと同じく合併球団の外国人選手第1号となった。 2005年は開幕4番に抜擢されるも直後から不調が続いたが交流戦の時期から徐々に調子を上げていく。しかし交流戦を過ぎると再度調子を落とした。それでも124試合に出場して打率26319本塁打を記録した。2006年はオープン戦から嘆き不振に陥りど真ん中の直球を見逃して 三振に倒れることもあるほど打撃を崩していた。9月14日に夫人の出産に立ち会うため帰国。47試合の出場で打率2235本塁打の成績に止まったのもあり、来期の構想からは外れ10月17日に戦力外通告を受けて退団した。2007年1月11日に古す、現代に復帰したが、 同年限りで現代がプロ野球から撤退したのを受け、2008年から新球団売りヒーローズと契約し、主軸打者として活躍していたが、2009年はアキレス腱の故障で欠場も多く、27本塁打を記録したが打率が245と低迷したため、11月25日に自由契約となり退団した。2010年はメキシカンリーグのカンペチェパイレッツにいたが、 成績不振で1ヶ月余りで退団し、その後は独立リーグのゴールデンベースボールリーグのエドモントンキャピタルズと契約し、リーグ最優秀選手を受賞した。ありがとうございます。